テストお疲れさまうちの学年今回範囲広くてさーめっちゃくちゃしんどかったんだけどそっちどうだったはあちょっと寝不足気味だわ眠むやっぱ一夜漬けよくないねえ 普段からコツコツいやそりゃ大事なのは分かってるけどさ実際無理くないねっていうか久しぶりだねまあそりゃたった1週間だけどさ学年違うと部活ないテスト期間中まず会えないじゃんほんと寂しいんだよ あれみんなまだ来てないのまあんたいればいっかあんたと喋ってるとなんか落ち着くんだよねああここがホームだーって思う実際部室って暮らせるよね私ここにお布団持ってきたいもん遅刻しなくて済むし そういえばテストどうだった私英語がダメなんだよねなんか何言ってるかわかんない何聞かれてるかわかんない無理いややんなきゃいけないのは分かってるんだけどさほらねえあでも科学と数学はなんとかなった気がするんだよ理系だしまあ物理わけわかんなかったけど あんたは物理取るんだっけ取るなら問題あげるよテストってどうせ使い回しでしょま先生変わっちゃったらどんまいだけどさあれ原文苦手なの私は割と得意だと思うけど見てあげよっかラッシも懐かしい。 羅生門ってめっちゃ昔の文章なのに現代文なんだよねなんでだってほら見てよ1915年だって100年以上前じゃん現代じゃないよこれ文科省に文句言いに行こ古典だよ古典なんか言い回しとか難しいよね生きてる時代が違うからなんか想像しづらいし でもあれ覚えてるよこの時代の下人にニキビなんてできるわけないからフィクションなんだよって先生言ってたなんでこんなことだけ覚えてんだろうそうそうあの先生説明の仕方面白いんだよね口癖とかも多くてさクラスで真似してる子いたもんえ待ってそれそれそれめちゃくちゃ似てる 話戻るけど英語さ実は私中学のとこからつまずいてるんだけど教えてくれたりしないいや本当にできないんだよねあああの子確かに英語できるけどさできちゃうから何言ってるかよくわかんないっていうかあるじゃんそういうやつ年下に頼むの恥ずかしいけど なんかこんなん言えるのはあんたくらいだしさあ誰が来たお疲れ様今回のテスト大変だったねどうだった